早速お買い物しました。ディズニーストアで 60% オフとか 50% オフっていうのがやってたんで買いました。私新しい好きなキャラクターができました、はい、発表します。ドゥルーバンシュガーラッシュに出てくるバネロペです。ももかさん1週間で多分これなんて何それ、これはだよ、だってスティッチ歴長かったもん。ちょっと3週間くらいじゃん、バネロペグッズ一気に買っちゃった。これと怖くないそれ、やめてうちもちょっと怖くなってきたんだ。あとこのつむつむかわいいよ。高校ディズニーで写真撮ったの。私はドクリングを見て、ドクリング、また家帰って紹介します。じゃあね、これからご飯食べます。イエイ。こちら香港ディズニーで買ったバネロペちゃんです。かわいい。ほらこれね、フードすごいちっちゃいんですけど、すっごくかわいくないですか。じゃあ188ドルで何パーセントかに確かなってました。でもそこのさ遊びもみたいなの行きたいんだけど。ほのぼのバーガーキングでケンタッキー的なチキンを想像して1個頼んだんですけども、見てください、超ちっちゃい赤ちゃんお子様セット、すごくない。で、これでして、なおかつ攻撃もいただきます。辛い、辛い、負けです。辛いの、そんなこういうリアクション本当に嫌い。いいね、でもさ、YouTube 向いてるよね。ドッキリ食べてみる。辛い、辛い、私もちょっといい、つけていい、私もちょっとこれ、どまっていい、辛い、うわ、辛い、ちょっとゼロ飲まして甘い、辛っ、結構スパイシー、辛いね、辛っ、中ちっちゃいじゃない。ということで香港まで行って最後の日にキングバーガー、バーガーキングバーガー、辛っ、やばいね、これ結構。ももかちゃんバーガーポテト1個、うん、ポテトはいい、やばい、やばい、ありがとう。マックあるある、ポテトいつも食べれない系ですけど、私、マックのポテトが大好き、しなしなポテト大好き、うちも、わかる、めっちゃ油がいっぱいあるさ、うん、ポテトは一緒。グッバイ、香港、グッバイ、アイアゲイン、パパちゃん、この空港、両脇にディズニーストアって言って、あっちはなんかセール品がいっぱい置いてあって、こっちもまあセール品も置いてあったんだけれども、普通のものがいっぱいあってお土産をいっぱい買いました。でね、1個衝撃受けたのが、見てください、このまさかのミッキーが直してくれるだっていうね。お前ミッキー寝ようとしてるんだ。ミッキー寝ようとしてるの、これ直してくれてるんじゃないんだってやったら、じゃあこれから飛行機乗ります。まだ寝かあっちょ、今からゲート行きます。ノエノ。ほんとぶんぬん。見てください、飛行機。ももかさんいるのですか。声ガラガラです。最終日なんですけども、プールではしゃぎすぎて。飛行機。暖かくが冷えないかい。今度も行くよ。もう行くよ、はい。これもこれも。だよ、あと1時間あるんだよ。一番奥なんで、飛行機の離発着がめっちゃ見える。で、見て、あの里系欲しい。お高いところです。一番下手なんで、展望台あります。ちょっと行きますよ。喫煙所だったわ。そのままこれから撮ります。あの方撮ります。今日天気悪くない？飛ぶ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 。分刻みで来るんで、また撮ります。だから後ろ飛行機めっちゃ飛んできます。飛ぶ瞬間見えたね。すごっ。はい、皆さん、じゃあ桃が飲むの
萌えもんと旅の感想、そういうのから旅の感想は ACR 香港は今回ディズニーしか全然回らなかったんで、もっと街を見たかったなっていうのが一つ。ディズニーはやっぱ楽しかったね。日本のディズニーも楽しいんですけど、やっぱ香港ディズニーの方がノイノは好きですね。あと思ったのはやっぱちゃんと英語を勉強しようと思いました。じゃあバイバイ。学校の発表です。こんにちは、ももかです。というわけで、私はですね、めっちゃ逆光ですが、私ももかはね、香港ディズニーって本当にね、キャストさんが対応が良くだったよね。だから本当に尊敬したし、あとのえちゃんが言ったみたいに英語を頑張りたい。コミュニケーションするのすごい楽しかったのにさ、日本人ってさ、なんとかですとかなんとかでござるとかなんとかだよねとかいろいろあるじゃん、種類が。同じ言葉でもそれは海外とかはないから、あんまり楽に話したりとか It's cute とか人に言っとけば通じるから楽しかったです。もう一度勉強します。最後心から締めてやってみます。はい、旅の感想はまずスマホをスマホを風を直せば、スマホをSIMカードに変えたっていうことが一番大きくて、そこから香港ディズニーで一番楽しかったのはRCレーサーで、なんだろう、日本にもそういうのもっとあってほしいなと思うし、ビッグサンダーマウンテンもグリズリー、そうグリズリーもめっちゃ楽しかったし、もうちょいいてもいいかなって思う。最終的に思ったのはやっぱり英語は習ったりそういう風にした方がためにはなる。あのノエノも言ったんですよ、中学校の頃から英語やってた方がいいよって言って、英語を習わさ楽しい楽しい。すごいか、ももかちゃん二人いるじゃん。ちょっと、はい、皆さんこんにちは、ももかちゃんです。そしてはい、皆さんこんにちは、ももかちゃんです。本当に枯れちゃってる。私はハスキーっていうなんか声が低い感じなの。ほのぼのはももかがハスキーボイスを映ってこうなそうって感じで、ぜひ皆さんもハスキーハスキーボイスになりたいなと思ったら、ももかチャンネルさんいっぱい見てたら、そしたらハスキーボイスになりますので。どうぞ、今ハスキーボイスって言った悪いももかさんに謝って、バイバイ。じゃ MV 撮るの。ハスキーピースピース、チャンス。空港空港並んでます。バイバイ。本当にバイバイじゃん。どんどん離れて。今から日本に行くよ。来日します。手続きが飛んでる。乗りました。スマホの充電がなくなり、暖房の充電もなくなってきたので、あと数分でボーボノは締め出しに戻ります。ずっとこのままでいいんだけど、締め入れてきて日本で使えない。 SIM 入れたまま日本行ったらどうなるか知らないので、締め出しっていうのが消えたらそのまま入れておきます。ちょっと携帯っぽいから、はい、動き出しました。You want it?
ついてみてなりたかったらビビります。爆笑だよ、これ。車の下りだよ。雑談関係ないのくらい。Ladies and gentlemen, this is Captain speaking from the flight deck. これこれ10分このまま真っ暗です。寒い。1ミリも動かない。1ミリも動きません。寝ます。やめて。本気で寒いから、本当にいろんな意味です。マツコと120分咳は結構治ってきています、うん、治ってなかった香港から来日しました。そなんかマスクマンみたいな、マスクマンなんて言ってなかった、そういう The crew is on the bus for arrival question。 あ、降ります。日本はなんでこんな寒いの？日本はなんでこんな寒いの？だからだよ。やっぱりなんか歩けない。歩いてるけど。着きました。やっぱね、日本だとね、いいよね。日本語が通じるから。ただいまの時刻、日本時間で、とりあえず11時ぐらい。疲れたね。そうだ、そっちから。日本着きました。日本寒いだね。意外に涼しい。でもいいよ、そっちのビーで通るところあるじゃん、うん、そこのところでお姉さんがバリ日本語だったから超安心した。めっちゃ荷物持ってて、心臓とこの豚と GoPro 持ってて、英語で会話したもんだって、いやって言われた。心臓は止められるかと思う。ギリカブなのは歌舞伎揚げ。私はピットチーネギじゃあ日本何本なんかわからないですけど、今の編集遅いんで、ただモモカチャンネルさんいっぱい上がってると思いますので、ぜひね、見てください。下に概要欄、リンク貼っておきます。ということで、香港旅行、楽しかったよって思った人を、はい、はい、グッドボタン、チャンネル登録、喜んで。それでは、バイバイ。疲れた。どうどうどう、日本初めの食は、コリの企画になりました。切り株です。あ、降りてますね、羽田空港です。ここほのぼのが香港ディズニー行きますってドッキリされた最初のシーンのところです。ディズニー